白川町はかつて、愛媛県東宇和郡に存在した町。2004年4月1日、東宇和郡の他の町と共に合併し、自治体としては消滅した。地名としては残っている。典型的な中山間地であるが、あえて、奥伊予と自称し、1983年から、我が村は美しくのスローガンの下決して背伸びしない。 独自の地域おこし活動を行ってきた。農村の伝統文化も残っている。白川町は四国愛媛県南部の山間に位置し、高知県に山で接している。国道197号が肘川の支流の一つである黒瀬川に沿って南北に町を縦貫しており、これが町外と結ぶ幹線道路となっている。肘川の上流域にあたり、 またそれぞれの支流に沿って集落が展開している。ほとんどは休憩者地であるが中腹にかけては棚田や畑等として利用されている。公募により、白川と決定1959年調整施工時の公募による。昭和の合併後もごたごたが続き、分孫運動すら生じていたと伝えられ、新しい名前で気分も一新し、住みよい地域づくりに向かっていこうとしたもの。 250人の応募があり、白川としたのは8名であったと当時の記録にある。旧村である土井村の土と魚瀬村の聖を合わせて、城、これに高川村、有志川村の川を合わせたものと説明されている。旧村の各地に昔の城跡があり、またどの村も川に面していたことから付けられたもの。それ以前の村名が黒瀬川村で、 黒が暗いイメージを与えないでもないことから、白が白に通じ、黒が白になるという五感からも歓迎された。その意味では、四つの旧尊の文字をくっつけたというのは、語呂合わせに近いとも言える。こうした意味では、当時の造語であるが、現在では完全に定着している。なお、こうした変、作りを合成したのは、昭和の合併、平成の合併を通じて、 愛媛県内では唯一。旧村名も、公募1954年の4村の合併当時、長者一と新村の名称は難航を極めたが、村民の公募により、黒瀬川村と決定した。黒瀬川は屈曲しつつ、村内を南から北に流れ、やがて隣町で肘川に合流する川のよな、集落は谷に沿って分散しており、それぞれの集落間の距離もかなりある。 魚製、土井等の地区は、貸し団級ながら、比較的傾斜が緩やかで棚田が一面に広がっている。過疎化高齢化が顕著で、高齢化率が40%を超える集落が、大半である。古代中世明治以降、白川町発足白川町の、系府。町村製四工事。有志国、有志、川村、野井川。土井昭和29年3月31日。 昭和34年4月1日、久保宿井村、合併調整施行、古市、鍵尾黒瀬川村白川町、高野湖、高川村、河津南、魚瀬、生、仮想魚瀬生村、男河内平成16年4月1日、多保西洋市、明浜町、宇和町、野村町、三亀町、明浜町以下の昭和の合併以前の系譜は、 それぞれの記事を参照のこと。白川には農産村文化が残っている。白川町の水田は川沿いや山腹の急斜面に先人たちの努力により切り開かれたもので、今でも先祖伝来の水田が大切に守り続けられている。しかも手入れも行き届いており大変に美しい。また、ドロンコ祭り、サネモリ送りなどが町の人々の手によって受け継がれている。 サネモリオクリシロ町漁政の茶道を中学校、小学校社会教育施設も順次整備してきた。それが今日の交流人口の受け入れにも役立っている。肘川の支流の一つである黒瀬川に沿って町を南北に循環し、日吉村、さらには高知県湯洲原に抜ける国道197号が感染。国道441号は 町生誕の桜が峠をわずかに経由するのみである。町内に鉄道はない。最寄り駅は JR 四国宇野町駅、または伊予大須駅。ただし、かなりの距離があり、直接の連絡バスはない。一般国道主要県道道の駅白川町の観光は、マスツーリズムではなく、都市と農村との交流に近いものと言える。奥伊予という言葉をキャッチフレーズに用いて、 その条件の悪さを逆手にとっている。国道197号の六谷川ダム小佐岩の区間が難所であったが、トンネルで見違えるばかりとなったため、松山からも行きやすくなっている。松山から約100分と言われてきたが、松山自動車道を利用すればもっと早く着ける。観光地、名所、旧石物産販売施設温泉イベント特産物、年表資料、白川町、 白川町合併50周年記念誌取り組み内容特徴問題点課題ありがとうございます。